はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日は楽中楽外図屏風ということになるわけですけども、こちらということで加納栄光ですね、失礼しました、加納栄徳ですね。加納栄光さんはあのラーメンつけ麺、僕イケメンですね。はい、楽中楽外図屏風ということになるわけなんですけど、まあ要するに都市の様子に風景をまあ描きましたよと、まあ、東京都の風景を描きましたみたいな感じですね。まあ、平たく言うとまあこんな感じですね。まあ、お殿様がこういうふうになんか行列に乗ってますよみたいなとかで、まあ道路走ってますよっていうんで、まあ要するに小さい家と、まあ、大きなお城と、まあ、そこら辺になんか木が立ってますよみたいな、まあ、こんな感じになっているのが、まあ、楽中楽外図屏風ということになります。はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。